どうも、つぶらです。つぶら的、これはバズるぞ2020! 皆さん、年明け一発目に、バズリズムっていう番組で放送される、これはバズるぞランキングってご存知ですか？音楽とかバンドが好きな人は絶対知ってる番組っていうか企画だと思うんですけど、それをオマージュして、インディーズバンドに限定した、私的、これはバズるぞ2020のランキングを発表したいと思います。私もですね、すべての権利を持ってるわけじゃないので、テレビみたいに全アーティストの映像があるわけではないんですけど、そこはちょっとご了承いただければと思います。本当はね、1月に投稿したかったんですけど、いろいろあり、遅くなってしまって申し訳ないです。今回私の目線でバズるっていう言葉の意味をしっかり考えてランキングを考えました。なんだろう、今売れてるバンドのランキングとかではなくて、これからの伸びしろとか伸び率を反映させてランキングをつけさせていただきました。個人的な私のランキングなので、このバンドが入ってないとか、あのバンドがいないっていう意見も絶対にあると思うんですけど、そんな方はぜひ皆さんの思うこれはバズるぞ2020のランキングをコメント欄にて書いていただけると嬉しいです。ありがたく拝見させていただきます。はい。それでは26位から11位まで一気にどうぞ。言葉が海を越えて君の元へ乾いてしまう。止まらぬ運命巻き戻したくなるよ不定 Rewind 不可能だろうけど、ガラガラにすいてた街の終点、懐かしい感覚揺らす休憩、ああ消えないで、ああ甘い季節の風が吹いて君
はい、ということでいよいよトップ10のアーティストを発表していきたいと思います。まず第10位はこちらのアーティストです。お前らなんかと一緒にするなよ、バカらしい日常を飛び越えて、光の中に。2017年4月に高校の軽音部で結成された、都内で活動中の3ピースのロックバンドです。エネルギッシュなバンドサウンドでライブシーンの熱い支持を獲得し始めてる男女3人組のバンドなんですけど、結成1年半ながらですね、なんとですねロッキンオン主催の RO ジャックにて優勝して、見事カウントダウンジャパン2018-19に出演されました。楽曲はですねエネルギーに満ち溢れててですね、聴くだけで元気をもらえるような感じになってます。ボーカルの山下かほちゃんの全身を使って歌ってる感じが本当に熱すぎて泣きそうになりますね。なんだろうな、この若さだから書ける歌詞っていうのも特徴的だと思うので、もちろん普通の人にも刺さると思うんですけど、特に学生さんに聴いてもらいたいなって思うバンドです。続いて第9位はクライムグローです。9位はですね、残念ながら映像をご用意することができなかったんですけど、滋賀県出身の1996年生まれの4人組のロックバンドです。1996年っていうことは私と同じですね、同い年っていうことですね。ボーカルの特徴的なしゃがれた声と人間味が溢れてるストレートな歌詞、そしてめっちゃ男らしくて泥臭い圧倒的なライブパフォーマンスをしてくれるのが特徴なんじゃないかなって思います。マジでまだ知らない人は今すぐ聞いた方がいいと思う。今の売れ筋とは少し違う感じだとは思うんですけど、こういったですねしっかりバチバチにロックバンドしてるバンドが売れる世の中であってほしいと私は思っております。いや本当にライブがすごくて、多分初めて見た人固まると思いますってぐらいライブが半端ないので、ぜひライブに行ってみてください。第8位はミスターフォルテです。2017年結成の男女混合の4人組ギターロックバンドなんですけど、都内を中心にライブ活動を行ってて、今ですね SNS などを中心に口コミでその名を広めているバンドさんです。若いゆえの初期衝動と甘酸っぱくもリアルな歌詞に、しっかりとした楽器体のメロディーが合わさってですね、中毒性が半端ないんですよ本当に。ちょっとだけ癖のあるボーカルの声も癖になる一つの要因なんじゃないかなって思います。2018年1月に発表した初の自主制作 MV 口癖はですね、なんと YouTube で再生回数100万回超え、3月の会場限定シングルを即完するほど人気がもう爆発しています。マジで一度聞いたらですね、もう虜になってること間違いなしだと思うんで、一回聞いてみてください。続いて第7位は This is Last です。2018年5月に結成された千葉県柏市の3ピースロックバンドとなっております。8位のミスターフォルテ同様、 SNS を通して人気が爆発的に広がってます。 Twitter を中心にかなり多くの若い世代の子たちから支持をめちゃくちゃ集めてるバンドです。ストレートで切ない恋愛を歌った歌詞はですね、ボーカルの秋津さんの実体験だそうです。歌詞が実体験っていうこともあって、いろんな人に共感しやすくて聞きやすいサウンドだし、
それがバズっているポイントだと私は思いました。またですね、 SNS などでの対応の良さとか、ファンを一人一人を大切にしている姿勢とかも彼らが人気を集める一つの理由になってるんじゃないかなって思います。いやー、これからの活動に期待大です。第6位は梅色です。2017年結成の北海道札幌市出身の4人組ギターロックバンドですね。平均年齢 19.25 歳でめちゃくちゃ若いです。若いけどですね、マジで実力は化け物です。彼らの曲で高空っていう曲があるんですけど、その MV が YouTube で100万回以上も再生されております。少し癖があって爽やかなボーカルの歌声と、ギターロック特有の流れるようなメロディーと、それプラスリアルな歌詞が合わさってですね、エンドレスリピートできます。そしてライブにぜひ行ってほしいポイントの一つとしてですね、ライブの時にはですね、臨機応変にアレンジを加えたりとか、歌詞の一部を変えて歌ったりとかしてくれるので、音源を聞き込んだ上でライブに遊びに行ってみると面白いんじゃないかなって思います。大阪出身の4人組ピアノロックバンドです。男女混合で4人全員がなんとコーラスをしていたり、リードギターがいないっていうのが特徴なんじゃないかなって思います。恋愛のことを歌った歌が多いってほとんどそんな感じなんですけど、恋人との甘い日々だったり、その恋人と別れてしまってその未練を綴った歌詞とかを、ボーカルの佐竹さんがめっちゃ優しくて爽やかな声で歌い上げるもんだから、もう泣くしかないよねって感じですね。なんだろう、バンドサウンドっていうよりは J-POP サウンドに近いような気がします。ということもあってですね、もういろんな人に聞きやすいっていうのもあって、これから絶対バズるバンドだなって思います。続いて第4位はテトラです。大阪の3ピースのガールズバンドです。そして今回も残念ながら映像をご用意することができなかったんですけど、私の SNS とか YouTube のチャンネルとかを見てくれてる人はわかると思うんですけど、だいぶ前から押させていただいておりました。そしてこのつぶる的これはバズるぞ2020でもご紹介させていただきます。まずですね、なんといってもボーカルのはゆねちゃんのハスキーでかすれたようなちょっと切ない歌声がめちゃめちゃいいんですよ。本家のこれバズでも言われてたんですけど、声だけで泣けると思います。そしてそのハスキーな声で日常を切り取った切なくてあったかくてちょっとエモい歌詞を歌ってくれるもんだから、もう本当に良すぎる。女の子なんですけど、女の子っていうかガールズバンドなんですけど、正真正銘のロックバンドやってるなっていうところが本当にかっこいいなって思います。私個人的に音源もすごく超いいんですけど、絶対的なライブバンドだと思っていて、ぜひライブに足を運んで直で生で聴いてほしいです。
はこぼれです。2015年結成の東京の府中出身の4人組のギターロックバンド、こぼれです。ギターロックバンドとしては今一番来てるんじゃないかなって思います。そしてこれからもバズっていくんだろうなっていう気しかしないです。ライブに行ったら絶対こぼし上げちゃいます。比較的聞きやすいサウンドになっていて、ボーカルの佐藤健さんの爽やかな声と等身大の歌詞はですね、誰もがハマるんじゃないかなって思います。そしてですね、ライブ活動もかなり積極的に行ってて、いろんなバンドさんの対バンとして呼ばれたり、サーキットフェスとか大型フェスとかにもかなり出演したりしていて、他のバンドさんとか音楽シーンにおいてかなりの信頼度があるバンドなんじゃないかなって思います。京都出身の3ピースロックバンドですね。自分の不甲斐なさとか劣等感とかやるせなさを歌いつつもですね、その先にかすかな光っていうか希望っていうか自信を持たせてくれるような歌詞が特徴的だなって思います。そしてですね、ボーカルの片桐さんの声もまた特徴的で、ちょっと中性的な声なんですけど、その声で全身全霊で訴えかけてくるような歌い方をしていて、聴いてるだけで涙が止まらなくなります。音源だけでもですね、かなり圧倒されると思うんですけど、ライブではですね、もう倒れるんじゃないかってぐらいすごいライブをしてくれるので、ぜひライブに行ってみてください。望み通り愛されないことくらい分かってるよ、分かってるよ、分かっているけど、期待してしまう自分が嫌で嫌で嫌で仕方がない。1位はハーフタイムオールドです。2011年結成の名古屋の4人組ロックバンド、ハーフタイムオールドです。特徴的で独特な声とキャッチーなメロディーで、彼らの音楽にハマる人が今急増しています。私も彼らの音楽性にどっぷりハマってしまった一人なんですけど、新体制となって初めてのアルバムの宅配便で現実を送りつけてはマジで本当にすごかった。全曲名曲だなって思ったし、本当に名盤だなって思いました。今年のサンタローの CM のテーマソングに大抜擢されたりもしているので、もう今年はハーフタイムオールドがバズること間違いなしだと思います。なんだろうな、唯一無二の声をしてるし、曲によっていろいろな顔を持ってたりもするし、他のバンドにないものを持ってるバンドだと思ったので、堂々の第1位に選ばさせていただきました。全て忘れなよ、地位も財産も飾りだよ、縁側に座って青い空を見上げて、未来と今の話をするんだ。はい、ということで10位から1位でした。いかがだったでしょうか。順位関係なくね、どのバンドさんも自信を持ってバズると言えるバンドさんだったりアーティストさんだったりするので、もし気になるバンドとかアーティストさんがいたら説明欄にいろいろ貼っておきますので、そちらからチェックをぜひよろしくお願いします。そしてですね、このランキングはあくまで私個人が思う2020年バズるランキングになっているので、皆さんの思うランキングもぜひコメント欄にて書いていただけるととっても嬉しいです。
そうすることによって新しい発見になったりもすると思うし、それによってさらに有益な動画っていうかコメント欄になっていくんじゃないかなって思っているので、ぜひコメントお待ちしております。まあね、このランキングに入っていなかったとしても、いいバンドはマジで死ぬほど山ほどいるので、これからもこのチャンネルではどんどんおすすめのバンドやアーティストを紹介していけたらなって思ってるので、引き続きチェックをよろしくお願いします。はい、ということで今日の動画は以上です。この動画がもしよかったらチャンネル登録と高評価とコメント、特にコメントをたくさんお待ちしております。バイバイ。